もう結構です。私はもう負けでいいんです。すごい、すごい、負けを受け入れます。元雨上がり決死隊の宮迫博之は、6月3日に自身の YouTube チャンネルで霜降り明星の粗品との舌戦に終止符を打つと宣言し、注目を集めている。この2人の対立は、4月12日放送の酒のつまみになる話、フジテレビ系で始まった。番組で粗品が YouTuber についてどう思う?というテーマに対し、芸人なのに YouTuber を面白がってるやつ、すごく嫌いです。特に宮迫さんとかと名指しで批判したことが発端だった。これに対し、宮迫は自身の YouTube チャンネルで怒りを見せながらも、名前を出してもらえること自体に感謝していますと語った。しかし、5月28日に行われた YouTuber ヒカルのバースデーパーティーで、ヒカルが宮迫さんの方が100倍面白いですよ。あなたよりと粗品を挑発。宮迫もそれに乗じて粗品に言いたい。テレビに出ていた頃の私を超えてから言え。お前、アメトーークみたいな番組を作ったことあるか?と挑発的な発言をした。すると、5月31日の霜降り明星のオールナイトニッポンで、粗品が宮迫に対して応じた。相方のせいやが、アメトーークみたいな番組、作ってないんだから、早く超えろよと話を振ると、粗品は違う違う、あれどこ、闇営業みたいな場所でと爆笑。ヒカルくんもありがとう。よだれ垂らして笑いました。知名度ある一般人のお二人にあんなに言っていただいてと皮肉を込めた。結果的に、宮迫さんのアメトーーク発言はナインティナインの二人にも批判され、さらに千葉テレビでの5年ぶりの地上波復帰も消えてしまい、彼にとっては踏んだり蹴ったりの状況ですと芸能ライターは述べた。その後、3日に宮迫は YouTube で弱気な発言を連発。ヒカルのイベントでの発言が妻に怒られたことや、酒が入っていたことなどを明かし、今は体調が悪く情緒も不安定だと述べた。ゴルフだけだよ。ゴルフが一番楽しい。ずっとゴルフしていたい。そんなおじさんだから、素人のおじさんと思ってもらえればそれでいいです。素人の面白い人でもいいや、もう。粗品、もう絡んでこないで。しんどいです。おじさん、もうしんどいです。こう話し、最後にということで、これからも楽しい動画をたくさん作っていきたいと思いますので、皆さんの応援をよろしくお願いします。自分はこんな存在ですが、頑張ります。はい、もうしんどいと述べた後、急に小声になり粗品。もう本当にやめて。もう来ないで。終わりと念を押しました。この動画に疑問を呈したのは、2チャンネル創設者で実業家のひろゆき氏です。6月4日に自身の YouTube チャンネル夜な夜な生配信。ひろゆきと有名人に質問ゼメナールを更新し、お笑いコンビ鬼越トマホークと対談しました。ひろゆき氏は、宮迫さんと粗品さんがプロレスをしているのかなと思っていたけど、宮迫さんがもういじらないでと言っているという記事を見て、いじられて嬉しいのではないかと思っていたのに驚きましたと述べると、鬼越トマホークの金ちゃんは、粗品とのコラボを期待していた宮迫さんが、その可能性がないことに気づいて諦めたのではないかと分析しました。宮迫さんのもういじらないでという発言についても、金ちゃんはあれは最後です、もう終わりですとコメント。その理由について、正直いじらないでと言われたら、芸人は一切宮迫さんのことをいじらないじゃないですか、向こうから遮断されたというか、こちらの世界に戻ってこないでと言っているような感じと説明しました。そして宮迫さんもこれでジエンドじゃないですかねと言い放つと、相方の坂井亮太も、宮迫さんの持ちギャグにかけて宮迫ですってこと?と皮肉を述べました。
宮迫が一方的に降伏宣言をしたことに対して、X では次のような反応が見られました。今の宮迫さんは、その高いプライドをへし折ってくれる演者との絡みが面白いのに、自ら舞台を降りるなんて理解できない。宮迫さんが粗品さんにリア突しまくって食ってかかってこそ盛り上がるのに、負けでいいですなんて一番最悪な終わり方だ。宮迫さんは面白いのに、宮迫、もっと来いよ、お前芸人やろ、っていう粗品さんのアプローチに気づかないなんて何をストレートに受け取ってるんだ。なぜ中田敦彦や光と絡むんだ。粗品、もうやめて、僕の負けでいいです。なんて冷めるわ。など、宮迫、それでいいのか?という声が多数上がっています。鬼越トマホークの金ちゃんからも、粗品に白旗を上げたことで完全に宮迫さんが YouTuber になってしまったとまで言われてしまいました。宮迫は、この悪い流れをどこかで断ち切ることができるでしょうか?すみません、この種の笑いの面白さがわからないんです。他人から見るとただの喧嘩で、いじめにまで発展しているように見えます。粗品がいい方向に向かっているとは思えないので、そろそろ方向転換した方が良いと考えます。粗品は相手を楽しませようとしているのではなく、単に見下しているだけだと思います。だから、早く逃げた方が良いと思います。宮迫も同じような対応を取ったのではないでしょうか?宮迫も若かったら違ったかもしれませんが、年を取ると面倒くさく感じるものです。特に粗品のような人はしつこいし、声が大きいので本当に面倒くさいです。宮迫さんが戻るかどうかはどうでもいいですが、侮辱的ないじりは見ていて不快で、それが笑いだとしたら理解できません。もし嫌なら戻らない方がいいと思うなら、それは大変な世界だということですね。楽しませてくれる芸人さんはたくさんいますから、もう粗品が宮迫氏をいじるの早めるべきだと思います。素人が触れないで、関わらないでと言っているのに、プロの芸人がそれをネタにするのは反則だと思います。代わりに、宮迫氏もプロの芸人の名前を出して絡むのはやめるべきだと思います。代わりに、著名な素人同士で楽しい動画を作ったらいいですね。宮迫に対する粗品のリスペクトの欠如が明らかであり、そのふりをしたプロレスは先輩いじめにしか見えず、とても辛かった。実際に動画を見ていないのに、せっかくいじってもらったのにチャンスを潰した宮迫ダサいと書いている人はいるのだろうか。粗品がそのようなやり方を続ければ、いつか自分に返ってくると思う。